京都大学のアメリカンフットボールでの対戦である。両校とも関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1に所属している。兄弟側から形跡戦と呼ばれることもある。関西学院大学アメリカンフットボール部は1941年、関西で3番目に創部された。京都大学アメリカンフットボール部は1947年に関西で4番目に創部された。 九百四十七年の秋季リーグ戦において、記念すべき初の関継戦が、阪急西宮球場で実現し、関学が三十八から零で兄弟に勝利した。九百四十九年は、関学と兄弟が、初めて優勝を争った年であった。九百四十八年に菅大と両校を優勝しながら、甲子園ボールに出場できなかった関学と、総武三年目の兄弟が、 ゲバ票を覆して、第二節に全勝で対決した。菅学は、主力の故障が響き苦戦を強いられたが、4球に逆転し19から13で勝利し、初の甲子園ボール出場を勝ち取った。菅学は同年慶応を下して、甲子園、ボール初優勝を達成すると、以降リーグ戦で連勝を続ける。1五十一年に、米田が監督に就任し、甲子園、 ボール4連覇、6年間リーグ戦無視点、当リーグ史上に残る数々の偉業を達成する。一方で、京都大学は、総部3年目の快進撃以降、部員不足から低迷し1957年には、リーグ戦危険に追い込まれる。以降も低迷が続くが、1965年に、コーチに就任した水野八一が、徐々にチームの成績を浮上させる。 1971年に水野八一コーチがコロラド鉱山大学に留学し、金氏新氏がヘッドコーチに就任する。金氏コーチはオプション攻撃を導入し、兄弟流星の基礎を築く。1973年の関慶戦は、兄弟がトリプルオプションを初めて実戦に使用して17から0で完封負けを喫したものの、リーグ戦無敵だった感覚が兄弟を、 ライバル視するようになる。1974年に、米国留学から帰国した水野八一が監督に昇格。兄弟は、qb ー伝ータクデンを中心とした、アイフォーメーションからのトリプルオプションで1976年の赤係戦に臨み、ついに21から0で観学に勝利し、観学のリーグ戦連勝記録を145でストップさせた。しかし、兄弟は、 トリプルオプションを温存した、関大戦に敗れており、関学、兄弟が6勝1敗で、良好優勝となった。甲子園ボール出場をかけた、プレーオフは、万博記念競技場で行われ、関学武田健監督のオプション対策が功を奏して、関学が13から0で勝利し、兄弟の甲子園、ボール初出場はならなかった。翌1977年には、 ついに最終節全勝対決の関継戦が実現する。テレビ中継の都合上小雨降る日清球場で行われた対戦は春の西日本選手権で兄弟が35の0で圧勝しており、兄弟が圧倒的優位と言われていた。試合は前半兄弟が14から7とリードするが、間隔も追いすがり49に、間隔が 2PT コンバージョンを決め22から21。 と逆転し、そのまま勝利した。この関継戦は、涙の日清球場として語り継がれている。兄弟を振り切った菅学は、同年甲子園、ボール5連覇の大異業を達成。菅学は1979年に同志社と、1980年に近代と甲子園ボール出場をかけた、プレーオフを戦い勝利し、連続優勝記録は34にまで更新された。 感覚の連続優勝記録を止めたのは、兄弟であった。1978年に総監督に退いた水野八一は、1980年に監督に復帰、1981年から監督に選任する。そして、1982年には全勝対決での関継戦を17の7で制して、兄弟の2回目の優勝、初の甲子園ボール出場を決める。 一方、菅学は、甲子園ボール連続出場記録が33、リーグ戦連続優勝記録が34でストップした。翌1983年にも全勝対決での関係戦を、制して、兄弟が、リーグ戦を2連覇する。兄弟は同年日大を下して、甲子園、ボール初優勝、翌年のライスボールもレナウンを下して初優勝する。 結局1980年代のリーグ戦は、1982から1983.1986から1987が兄弟、1984から1985.1988から1989が漢学と交互に連続優勝し、関京に京時代を印象付けた。1990年代に入ると立命館大学が台頭する。 1990年には、立命に、菅学、京大とも敗戦するが、立命が神戸に敗戦し、近代に引き分けたため、京大が6勝1敗で優勝した。また、この年菅学は2勝4敗1分で6位に低迷する。翌1991年には、菅学と京大が6勝1敗で、両校優勝。4万1000人の観客を集め半球。 西宮スタジアムで行われたプレーオフは関学が勝利する。翌1992年には、兄弟は神戸大に敗戦、関学は立命に敗戦して一敗同士で、関継戦を戦った。下馬評は関学有利であったが、兄弟 QB、金岡の獅子粉塵の活躍で、兄弟が初のリーグ戦3連覇を決めた。1993年には全勝で、 感学が優勝するが、立命戦は22から20の新勝であった。1994年第5節で立命と対戦した、兄弟が15から6で敗戦し、第6節で対戦した感学は17から13で、立命に逆転負けを喫し、立命の初優勝が決まる。最終節立命は、共産大戦に勝利して、初の甲子園ボール出場を決め、一方では、 リーグ優勝がかからない関系戦が行われた。ここに、関系二強時代は終焉を迎え、関系リッター三強時代が始まる。以降、リーグ戦の優勝争いは1994から1996年は、兄弟対立名。1997から2000年は、感覚対立名を中心に展開されるが、感覚、兄弟の底力は凄まじく。 立命の甲子園ボール出場は1994年1998年の2回に止まる。また、1996年の関係戦は、兄弟有利の下馬票を覆して、菅学が勝利。リーグ史上初の菅学、兄弟、立命の3校のプレーオフに突入した。プレーオフでは兄弟が決勝で立命を下して、甲子園ボール出場を決めたが、 プレーオフでの関継戦は実現しなかった。2001年、1994年以来7年ぶりに最終節での関継戦が実現した。第6節で立命との全勝対決に勝利した菅学と第5節で立命に完封負けを喫した兄弟の対決は、兄弟が勝てば1996年以来の参考、プレーオフであったが、 リーグ戦20連勝中だった菅学が34から13で圧勝し3年連続のリーグ全勝優勝を決めた。前説兄弟は立命との全勝対決に完敗。菅学は近代に残り1秒から逆転の TD を決められ敗戦し、一敗同士の関継戦となった。負けた方が優勝の目が消える戦いは、両好守備が踏ん張り、ロースコアの戦いとなった。 感覚は残り5秒で、時間消費をせずに TD を奪い突き放し勝利した。兄弟は1999年以降感覚に勝利できず、翌2002年も感覚に敗戦し秋の関継戦4、連敗となった。兄弟は2002年同様立命に完敗。感覚は、第2節に、寛大に敗れ、第6節に4勝1敗同士で対戦した。兄弟は、立命戦では、 完全に封じられた乱攻撃で観学守備陣を圧倒。兄弟が観学を5年ぶりに下した。2003年からホームアウェイ制度を導入した関係で、1969年以来35年ぶりに西京国陸上競技場で周期リーグ戦における赤継戦が開催された。観学は前節の赤立戦を総力戦で制し、 三年ぶりの優勝に王手をかけていた。一方の兄弟は、第三節の関大戦に競り負けると、第四節の同志社戦に完敗し、第五節の近大戦にも競り負け三連敗。優勝は、愚か関継戦に負けると、入れ替え戦出場の可能性が高かった。間額は192、QB コーノから WR500 川へのロングパスが TD となり、先制。 さらに、前半2本の FG を追加し13から0とリードする。後半も最初の兄弟の攻撃は封じられるが、パントリターンした、間隔の選手がファンブルロストし、敵陣11ヤードからの攻撃を得る。このチャンスを RB 池上の TD で得点すると、流れは一気に兄弟へ。1回 CQB 宮下から。 WR 好き先への TD パスが決まり逆転し、最後は感覚の攻撃をゴール前でしのいで、兄弟が感覚に勝利した。感覚は実節近代戦で勝利し立命と両校優勝となるが、プレーオフで敗れ甲子園ボール出場はならなかった。また、兄弟は赤継戦勝利で入れ替え戦出場回避を決定したもの、3勝4敗で負け越した。 全勝の菅学が自力を発揮し、神戸、立命に敗れ2敗の兄弟に干渉した。菅学は全勝で最終節の積立戦に挑んだが、赤敗し、優勝を逃がした。兄弟は、最終節の菅大戦も完敗し2年連続で3勝4敗と、負け越した。この字が書かれている大学は、ホームチームであることを表す。 アメフト40年戦争男たちの席掲戦中は、広島シ・ナグモド9 8 8 i s b n 4 5億2300万689。ありがとうございます。